はい、ハン君が言ってる絶対マジでということで、今回は MMTV×湘南ベルマーレ新企画スタートもう画面に登場ガリガリですガリガリガリありがとうございます。湘南ベルマーレ自称エンターテイナーのイガリです自称じゃないからあ用意してます。ガリとはね、あの選手時代からお世話になって、本当にベルマーレ大好きになった理由の一つがやっぱりガリがいたからっていうぐらい。ありがとうございます。本当嬉しいな、そんなこと言ってくれるんですね。嘘です、ありがとうございます。いや本当です、本当です、ありがとうございます。嬉しいです。何年ぶりですかね、本当に。結構だってスタジアムで本当忙しいからね、すれ違うというか会うぐらいで、だからその実際ね、まあこんなご時世だし、なかなか遊びにも行けない、まあ忙しいと思うしね、あれだけど、まあ本当久しぶりに会えて嬉しいということで、しかもこんな企画で改めてよろしくお願いします。ガリでーす。そして今回第1回目スペシャル、まあまさにキックオフということで、この1回目に、スペシャルゲスト、選手の方も招いて、やらせていただければと思うので、紹介させていただきたいと思います。来ています。まずは小林翔太選手。こんにちは。やっとです、やっとお会いできた。まあね、ニアミスはあったにせよ、こうやってちゃんと話すのもあれなんで、はい、よろしくお願いします。お願いします。小場所緊張してんじゃないの、ちょっと。はい、ちょっと緊張してない小場所。いや、そりゃそうですね、ちょっと緊張じゃない、ちょっとどころじゃないですよ、めちゃくちゃ緊張大好きだもんね。はい、そうっすよ。あれでもさっきあれだよね、ちょろっとなんか見せてもらった時、後ろがスペーシーだったっていう話だけちょろっと聞いたんだけど。いやいや、そうなんですよ、ちょっと宇宙だったんですけどなので今日はちょっとお付き合いお願いします。はい、お願いします。お願いします。そしてもう一人スペシャルゲスト、来ていただいております、松田天馬選手。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。お願いします。初めましてということで、こういう形ですけど、お会いできて光栄です。いつも見てます。初めまして、ありがとうございます。見てます。いつも見て見てますよありがとうございます。あの緊張してます、ちょっと。湘南乃風の、あれ、ゴール決まった時の曲使ってんじゃないですか。あ、使っていただいてます。いただいて。使って。かわいいかよ。使わせていただいてます。いやこちらこそ、ありがとうございます。いただいて。ありがとうございます。まあ、まあ、一イケメンと言われてる、松田なんで。ありがとうございます。いやでもそこはやっぱガリなんじゃないの、そこのジャンルは。いやガリが突っ走ってる。僕がそこのジャンルに入ると思います、ハン君。いや入るでしょ、だってそこはもう選手時代から言ったら、もうだってそれはだって、だからさっきも言ったけど、ガリがいたからこそ今のことがあると思うなんじゃないかって未だに思ってるんで、今日はそんなガリを掘り尽くしていこうという企画なんで、よろしくお願いします。確かに。そこだから。いや、ありがとうございます。嬉しいな、なんかこういう会話できるのがもうすでに。いや、本当に、ね、本当に。でもこうやってね、みんなと仲良くなっていけたらと思うので、この企画、楽しみにしております。ということで、まあ、なんせ、1回目なんで、今後、どういうふうに進んでいくかとか、どういうことをやっていくかっていうことも含めて、そうですね、作戦会議みたいな感じですね、第1回目なんで。ですね。うん、まあでもなんかまずこの企画というか、みんなにお話しさせてもらったのは何でかっていうと、まあ俺の気持ちから先に軽くお伝えさせてもらうと、まあ変な、まあなんていうのかな、言葉も難しいけど、そのやっぱこのご時世もあって、みんなもやっぱこうね、一生懸命仲間で、仲間とこうチームになって頑張っていくにあたって、やっぱり少しでもこう前に進んでいこうと、それぞれが努力していく中で、やっぱり地元、やっぱ湘南、地元の仲間と一つになって、でっかい扉開いていきたいなっていうところで、まずはやっぱそのすごい、みんなに愛されてるスターたちが集まる湘南ベルマーレのみんなと、フロントのみんなも含めて、そしてサポーターの皆さんも含めて、一つになって何かできないかということで、お話しさせてもらって、まあ俺ができることは例えば曲を作ることだったり、それを歌うことだったり
だったりするんで、みんなと一緒に曲を作れればと思って、ただね、なんかせなんだろう、こう、関係値の中で、俺が思うことはあっても、みんなが今この時代に思うこととか、もちろん J リーグね、向かっていくにあたって戦う中での思いとか、選手として、サポーターとして、まあ、ね、感謝も含めていろいろ思いがあると思うから、そういうのをこう、言葉をこういう企画の中から紡いで、それを歌詞にしていけたら、みんなで、ね、作れるというか、なんだったら、なんかもうみんなにも、こう、歌って欲しかったりするパートナーったりとか、本当に本当に最高だよそれ。いや本当ガリガリガリ以外なの。やらせんかいそこは。やらせん。いや本当にそういうのができたらなっていう、本当になんか期待のね元こう言ってみたら、みんなも心よく受けてくれて、本当マジ坂本浩二君には本当に感謝ってことで、まあ彼もね、それこそイケメン代表、彼のスタートだから本当に同い年。マジで本当に感謝ってことで、で含めて本当みんなに感謝して、なので、それも含めてただやるのもあれなんで、なんか楽しい企画を混ぜながら、その中で言葉を紡いで歌詞にしていけたりメロディーにしていけたらと思うので、何をやろうかっていう言っても、例えば、はい、なんかね、なんかこうやって一生さ聞きたいこといっぱいあるからさ、一生話してるのも楽しいんだけど、でもなんか本当に俺だけ楽しい時間になっちゃいそうだから、それは的に後で DM するんで答えてください。なので、なんかちょっとできないかなと思って、なんだろうなと思ってたんだけど、例えばさ、なんか食べ物とか、なんだろう、なんでもいいんだよな。どこのハンバーガー、なんかハンバーガーをさ、目隠しして食べて、どこのハンバーガー食べるとかさ。はい。なんか、わかんないけど、牛丼並べて食べてみて、どこ食べるみたいな。やったりとか。牛丼。自信、なんかそういうのとかあったら、どんどん言ってくれたら、俺もちょっと今メモっちゃうんで。はい。あとはなんかさ、あれも必要だけど、セッティングも必要だけど、例えば、そのサッカーのゲーム、ウイレでもいいし、FIFA でもいいし、オンラインで対決して、例えば今だったら、ね、こうやって、松田君と小林君とチームで、俺とガリが、わかんないけど、2対2でやって、なんか勝敗決めて、まあ、罰ゲームじゃないけどとか、なんかいろいろ、なんかできそうじゃん。このオンライン使って、でも。でなんかそういうので、こうなんか毎回、こう楽しみながら、一緒にこうやってきながら、時に生まれた言葉とか発言したこととかさ、まあちょっと今みたいにさせてもらったりとかしたのを、こう書き留めて、心に書き留めながら歌詞にしていくっていうところで。すごいな。なんかクイズ、クイズとか。クイズいいっすね。まあシンプルね。湘南クイズ。湘南クイズ。湘南クイズ。もちろん、ベルマーに作ってもらえ、地元強めだな。湘南のね、あそこの何の何は何とか、はいはい、うん、で もちろんその平塚寄りのもいいし、俺だったら鎌倉寄りのでもいいし、はい、そういうお互い何問かずつ出し合って持ち寄って、こう、なんていうのかな、はいはい、出して答えてもらいましょう、 TK みたいな感じで、はいはい、TK 方式のクイズで、難易度あるなそれ。TK とか俺決めたことないからな。実際の方ね、実際の。本当に。あとあれ PK の時、PK、PK 得意な方。そういえば、全然関係ないけど。PK 苦手です。苦手僕も苦手です、PK。なんか、1回も蹴ってない。ガリ得意だ、ガリ得意だ。1回も蹴ってないです、ベルマに入って。本当？入ってないっけ、ケンマ。蹴ってないですね。コバ君、蹴ったことないですか？いや、俺はもう、あのユースのアンダー18で外して以来、蹴ってない。いや、思い出でかいね。代表で外した以来、蹴ってないです。でもさ、どうすんの？もしもさ、試合でさ、はい、すげえ勢いでサドンデスになっちゃう、はい、もう回ってくんじゃん、必然的に。そうなんですよね。サドンデスまで回ってきたら、もう蹴りますけど、うん、
多分サドンネスまで試合に出てないっす。いや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 、そんなことない現実的なところ。ちなみにこれはあれかも、言えなかったら言わなくてもいいんだけど、全然勝っててもいいんだけど、はい、ベルマーレとかって PK の時とかって自主的にキッカー選ぶの？例えばその一番だけ決まってるとかあんの？いや、ほぼないっすよね。決めますね。あ、監督が決めんの？はい、もう監督が。その時でも5人目まで決めて、6人目からはバイブス？あ、いや、もうバイブスか、まあ、バイブスっすね。言いたかっただけだよ。言いたかっただけ。10番目ぐらいに行く人、小馬くん。いや、俺最後でいいよ。最後？キーパーより後。キーパーより後かもしれない。いやー、だったらさ、本当にさ、こうやって対面できるようになったらさ、PK 対決したいな。いや、やりたいっすね。サッカーしたいっすね。ハンデめっちゃつけるよ。何すか、PK のハンデって何すか？俺の時だけ、ゴール2個とかね。いや、やりすぎ。ありすぎだな。みんな目隠しとか。ああ。絶対取れない。あの、キッカーの時に目隠しとか。ああ難しそうだな。なんかあれっすね、それで言うと、まあ、あの小橋と天馬サッカー専門じゃないですか。うんうんうん。ハックはもうアーティスト、まあ歌手。なんか、なんか2番勝負で、どっちも得意な分野で、まあ、対決する。ハン君の領域の対決。いやいや、絶対勝てないでしょ。勝てない。バランスいいやつよ。バランスいい。なんでもいいですよね。なんか2番勝負で。いいね。じゃあ、お互いのこのフィールドに入っていくってことだよね。そうですね、そうですね。やろう。イントロとか。高いところに。イントロドンみたいな。イントロドン、俺弱そうだな。フィールドじゃない。ハン君さんの曲と湘南の風のイントロドンだ。おぉ。あそれを俺答えられなかったらマイナスアピールだよ、だいぶ。俺やばいっすね。間違えないな、それ。小橋は強いんじゃない、それね。いやいや、でも、いやでも、ちょっとだけってのは難しいっすね、やっぱ。逆にそのベルマーレっていうか、みんなに有利なクイズだったら何かな。なんだろうな。クイズ？クイズか、まあさっきの PK でもいいですし。はい。だから PK の場合はゴール2個使っちゃうけどね。そういうなんかね、あの一つのハンデ的なやつですね。はい。うん。だからイントロドンとかであったら、もうハン君はもうイントロじゃなく、もう絶対的に5秒は経たないと、はい、その間に先に押せればとかさ。じゃあその例えば押しボタンが仮にあるとしたら、例えばスタジアムでやれるとしてね。スタジアムだったり、その広いところでやるとしたら、まあ俺は、その、分かったっつってから走り出して、だいたい5メーターぐらいのところにあるけど、小場所の場合は、だいたい30メーター先ぐらいに押しボタンあるぐらいの。そういうのもあると、いろいろね。はい、なんか、メリーとかあります。面白いですね。それ面白いな。はい。やっていこうよ。いいっすかね、はい、その領域に入り込む。いや、いいね。そうな。融合して。まあ、近いところで言うと、まあ、だから、それが本当ね、みんなで対面できるようになったらやりたいし、そうですね、この前だったら、なんだろう。やっぱ、こういうオンラインだもんね。はい。いや、でも、ウィレとかやりたい。ああ。ウィレやる？やってる？ウィレやりたい。はい。普段やってる？普段やってますよ。最近のは買ってないですけど、1個前のやつはやってます。おー、あれは松田くんはやってる？ゲーム。僕、全然やれないっす。普段からやんないの？はい。あ、めちゃくちゃ弱いっすね。やってない人の面白いっすよ、全然。チームとかだったらいいかもしれないっすね。チームとか面白い。ちなみに、あのフリーな時間とか何やってるの、松田くんはじゃあ。フリーな時間、いつもテレビ見たり、漫画とか好きなんで漫画読んだりしてます。漫画？はい。稲妻イレブン、それは。稲妻イレブン読まないっす。
固定概念強いね。イナズマイルは知ってる。いやだから俺もだからさ、その聞いた話だけど、そうなの、はい、確かに僕もわからないです。モデルになった説あるじゃん。はい、噂でありますね、うん、それ聞いたことないの？聞いたことあります。でも違うって言ってるって聞きました。違うって言ってるかなんか、はい。じゃあそれもう訂正しよう。違くないでいこう、こっちは。そうだね。違くないでいこう。ほぼ一緒ですもんもね。そうですね、ほぼ通り過ぎて、うん、もう一緒だもんね、だってもう。はい、うん、なるほどね、漫画好きだ。うん、本とか好きですね。本も読むの？結構、はい、本も読みます。最近どんなの好きなの？読んでるの？本とか漫画とかだったら。漫画だと、もうキングダムですね、今。危ねえ、こう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 って笑いそうになったよ、今俺。なんで？大きいですね。キングダム面白いね。面白いですよね。面白い。誰が好きなの？キングダム面白い。モーテンっす。モーテン、お、なるほど。やっぱりそのイケメン枠なんだね、イケメン。イケメン違う、そういうことじゃないっすよね。しないかなというか。ガリ、ガリ、キングダム読んでんの？なんすか？ガリ読んでんの、キングダム。いや、もう全く一切、もう触ったこともないっすね。もったいない。もったいないって、それは。もったいない。ガリ読むの、漫画。僕っすか？うん。僕はもう、一貫して、ハンター、ハンターぐらいっすね。ぶれないね。ぶれない、もう一回。あとにも先にも、ハンター、ハンター。もう、あとにも。これからもう、英語ですわ。ずっと。なんか漫画読みたいなと思ったら、ハンター、ハンターだし。そういうことですもん。何読んだことあんのって言われても、ハンター、ハンターだし。あ、ちょっとなんかなと思っても、ハンター、ハンターですね。まあ、キングだなって思っても、ハンター、ハンター。いやですもん、全部。お腹すいたなーって時も、ハンター、ハンター。髪の方変えようかなーって時も。それは美容師ですね。美容師。早かった早かった、早かった。ハンター、ハンター言ってよ。すいません。そのぐらいです。なるほどね。ヒゲ伸ばすの？じゃあ。いやだからここの企画でちょっとひげちょっと伸ばすってしてもらえると、まあね、社会的にもやっぱこう会社員なんでこうひげ伸ばしちゃいけないんで、もう今じゃあ例えば対決させてもらった時に罰ゲームみたいなのあるじゃん。例えば罰ゲームだったらその負けた方が勝った方に的な多分できてくる、やってくる、はい、そしたらとりあえずベルマーレがもしも負けた時はもう無条件にガリューはに限り伸ばすっていう、もうだから勝つまで反れないっていう。勝つまで反れない、勝つまで反れない。回を重ねてもどんどん伸びてって、だから商談とか営業とかある時はもうあれだよね、塗ってもらうしかないの。おしろ的な、肌ふわふわしてるんですねみたいな。やべえやつじゃないですか。そんなにやるやついんなってなります。もうそこもブレずに触れないっていう ね、どう怖勝つしかないってやつだからね。勝つしかない、勝ったらそれるんですね。勝てばそれる。ああ、いいじゃないですか、いいじゃないですか。選手そうそうそう、もう5番勝負に関してはもう生えてるから。いや、ソルにします。ソルにしようか、じゃあ逆に。ソルにしようか。全然剃ってないです。剃ってないの？ 19、20 ぐらいからもうずっと剃ってないです。形は綺麗にしてるみたいな感じ？あ、そうです。もう形だけ。ちょっと、ちょっと、うるさいんだよね。すごいね。でも剃ったことないんだ。はい。あれ、これハサミでカットしてるってこと？いや、違います。バリカンス全部。バリカンね。はい。綺麗だもんな。でも、ちょっと待って。はい。それ、6ミリ？これは、さっき3ミリです。あ、惜しいな、惜しい、3ミリか。そんな気になりますミリ。あれ、これクイズにしようか、じゃあもう。今日の、はい、今日の小場所って、こう。今日は何ミリのアタッチメントでこうやってるか。
ちゃんと撮っときますんで、ロッキーとか。そうだな。なんかいっぱいいろいろ出そうだね。でもなんかその、なんだろう、ハンディキャップありの、その、なんだろうね。なんかそのお互いの領域に入っていくみたいな対決っていうのはやりたいね、絶対。はい。ですね、それ。あとオンラインで、じゃあ、オンラインでじゃあ、まあ一番ね、こ今この時期だし、できそうなのはオンラインだとしたら、そのウイレ対決なのか。はい。やろうよ、そしたら。はい。だから勝ったら負けたらみたいな、もうじゃあもう決めといちゃうよ、先に。はい。いやー、なんだろうな。重たいのやりたいですね、重たいの。重め1個と、俺の夢が1個あるけど、この2つ今考えてくれ。重め今ちょっと今更新してるから。重めって。重め更新してる今。重めなんだろう。夢はあるけど、重めは今更新してる。はい。なんだろうな。夢はあるよ。夢っすか？夢はあるけど、重めを今更新してる。もう一回言い過ぎ？だいぶアップデートしますよね。まあ、そうだな。俺はあるよ。何ですか？まあ、重めというか、もう絶対みんなが嬉しいし、俺も嬉しいのは、俺が勝ったら、サイン付きの何かが欲しい。小芭蕉に関してはサイン付きのひげ剃った後のシェーバーだね。あ、わかりました。シェーバーって言われて。そこからしばらく伸び回しになっちゃうけど、そこだけ。やばい。でガリに関してはもうハンターハンター取っちゃうよね、全部。いやー、それやばいですね。全部取り上げちゃうから、ガリに関しては。それ重たくないですか？重たいでしょ。ブレちゃう、ブレブレになっちゃうから。そうですね。それ重たいな。松田君に関してはやっぱりね、みんなね、こう嬉しい、いいよね。だからサイン入りの、なんだろう、ボールとか、わかんない。なんか、その、サッカーにちなんだもの、あんまりね、こう、でかいこと言えないから、別に、でかいこと、ユニフォームが欲しいとか、そんなことは言わないよ。言わない。あ、じゃあ大丈夫ですね、ユニフォーム。言ってないよ。例えば、ね、なんか、そユニフォームとか、例えばね、あ、はい、ユニフォームでしょ？まあ、ユニフォームとかか。もう、一択ですわ。ユニフォームなんだな。すごいな。それがあるじゃん。あともう一個、これは俺の夢、はい、夢は、これは別に勝ち負けで決めるもんじゃないけど、一試合に限りでもいいから、うん、ゴールセレブレーションあるでしょ、パフォーマンス、はい、あれを一緒に作って、その日だけや点取ってくれたらやってほしい。いい、それいいっすね。最高じゃない？っていうか、やりたい。やりたい。俺もダズを見ながら、絶対やるもん。これいいっすね。めちゃくちゃやりたいな。コンセプレーションを一緒に考えてとか、もう超夢。あー、うん、結構いろんなチームの選手も、ね、形できてるチームありますもんね。はい。うん、確かに確かに。面白いっすね、それ。それでは、あれですか、小芭蕉と天馬が負けたらあるんですか？いや、そこはちょっとなんか夢を添えてみちゃったから添えてみちゃったから、まあ、できる方向に進む方が俺は嬉しいから、どっちにしてもできる最後だけど、まあ、夢、まあ、これはなんかまあ流れの中でちょっと伝えちゃった夢みたいなところありながら、うん、なんか、このいわゆるキックオフ会議からこう継続していきたいですね、毎回ね。うん、確かに。どんなのがいいかとか、まあ例えばまたね、いろんな人の意見とか聞いたりとか、どんなのとかも全部含めて、そうだそうだ、ガリとかさ、例えばサポーターの皆さんとかさ、こう定期的にさ、こう連なんつうの、こうコンタクト取ったりとかしてんの？いた、してんの？
いや、定期的はそんなないですけど、まあ、コールリーダーの方とか、いろんなこう企画をやるに上で、相談とかはよくしますね。こんなんやろうと思ってるんだけど、どうみたいな。相談はしたりしますね。例えば、今回のこのさ、企画、はい、とかもさ、楽しんでもらえたりする方法ってあるのかな、うんうん、どうなってサポーターの皆さんが参加するようなね、うん、なんか一つになるっていうことを考えるとやっぱりね、絶対切っても切れないというか、むしろ力に一番なるんじゃないかみたいなことも思ったり思わなかったりとか、なんかサポーターの皆さんの声もやっぱりこうハン君の耳にお届けしたいですよね。それも含め、うん、こうね、本当に生の声とかを聞き、うん、なんかこうし、例えばだけど、こんなこと言うのもちょっとおこがましいかもしれないけど、例えばサポーターの人たちが例えば今のチームに望むこととかさ、願うこととか、うん、愛を含めた言葉だったり、勇気を持って言うことだったり、でそれがもしかしてこうね、それを通して俺に届いてくる言葉になるのかもしれないし、直接俺に投げかけてくれてもいいし、なんかいろんな形でなんかね、一つにこうつながってるっていう風な気持ちになる瞬間っていうのが生まれたら嬉しいなっていうのと、まあさっきもね、選手のみんな、もちろん二人にもガリにもこう一緒に歌ってもらえるパートがあったら嬉しいって言ったけど、同じようにサポーターのみんなのあの集まった時の声って力強かったり、やっぱスタジアムに行くといつも感動するしさ、だからみんなの声とかもね、一緒に、この状況だから難しいけど、それもまたこう可能性の一つとしてあったら嬉しいなっていうのもあるから、それも一つのゴールとしてなんかできたらっていうのもちょっとあるから、もちろんそのやっぱり今回の企画のゴールは俺的なね、望みも含めて言うと、やっぱりその全てのディスタンスがこうか、緩和されてとか、もう前向きに終わって、実際俺たちもスタジアムに足を運ぶことができて、それでホームの試合の時にスタジアムでみんなで作った歌を歌唱して、それをみんな試合前だったりとか、みんながこう耳に流れてきてね、試合前にこう鼓舞されるような、あとはサポーターのみんなとかも熱を帯びるような、そんな瞬間ができたらっていうのがやっぱ俺の中でやっぱすごくなんか願ってるゴールだから、そこすげえガリの力めちゃくちゃ借りてえなみたいな。そしてもちろんね、選手のみんなの一番強いだろうから、うん、いいっすね、やっぱそうっすね。他のチームって結構終わった後とか、うん、なんか最初とかに結構みんなで一体になってこう歌う歌とかあるじゃないですか。うん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 、なんかその終わった後にこうみんなで作った歌を歌うとか、うん、勝ったらその真ん中に行ってみんなで歌うとか、うんうん、そういうのやりたいですよね。あすげえいいじゃん、うんうん、はい、なんかそういう存在に なりますよね、ハン君が、はい、うん、なんかこう今まで なかったというか、スタートがなかなか分かんないから、うん、なんかいいきっかけというか、そのこういう状況だしってのもあるのかなと。いや本当にね、そういう曲がね、本当みんなの口ずさめるという不意に、ね、歌っちゃうじゃないけど、鼻歌混じりに出ちゃうみたいな、それぐらいこう生活の一部というかぐらい、こう何かね、なんか子供たちがさ、なんか頑張ろうとした時にこの歌を歌うみたいなのがあったらすごくいいもんね。はい、いいっすね。そんな曲ができればいいね。まあそうだもんね。じゃあまず最初にやっちゃいなきゃいけないのは、ガリからハンターハンターを俺が追いかけるとこからだよね、やっぱ。まずからなの？うん。なんか、断捨離。いや、でもなんか、最高のものを得るときは、最高のものを手放さなければいけない。ね、誰かがなんか言ってます。うん。分かった、じゃあ、そうだね、申し訳ない。着払いいいから、後で住所送るから送って。1週間ぐらいちょっと、あとラスト丸書きしていいですか？もう、読みまたするんで。
余計読み返ししてる。最後だけもう、あの、なんか染み渡らせて、全身にこう、ハンターハンターを読み出せて、もう、あとはもう、送りますもん。そうだね。あの、ね、その、発する言葉すべてハンターハンターぐらいの、もう、染み渡る。終わったら送ってくれたら。ありがとうございます。猶予いただいてありがとうございます。こちらこそ、こちらこそ。向き合ってくれてありがとう。なので、ね、そんな困難も含めて、楽しく企画を進めながら、みんなの言葉を紡いで、歌詞にしていければと思うので、今回第1回で、まあ、キックオフ作成会議と、いうことで、こうやってみんなに力をもらいながら、次回やる企画として何が一番いいかな。そうですね。やっぱまだ言っても、うん、オンラインが続くもんね。そうですね。だから、ただ、うん、さっき出たアイデアで言うと、ウイレとか、ね、そういうオンラインゲームで対決みたいなのが一番、あれなのか、わかりやすいかな。そうですよね。そうですね。結構ガチで、もうなんかこう、映像とかもクリアにこう映すっていうのはちょっと、大変かもしれないんで、うん、もしかしたらもうほんとラフにこういうふうに、画面はそんなに映さなくてもプレイしてる様子をこう見えるだけでもいいかもしれないですね、一緒に対戦。そうだね、うん、であとはだから戦ってる俺たちを見てガリがそれをこうジェスチャーで伝えるっていう明確にトラップか、なんすろ明確に動きをボールがあるところのね、今ドリブルしてます、今こうしてますよ、超見てるみたいな忙しい忙しいいっぱい忙しいいっぱい役が必要だから申し訳ないけどちょっと、あの、やってきますわ、で家でデモンストレーションデモンストレーションイメージを出しておきます、頭の中いやでも本当にそうだね、じゃあ企画会議でまず第1回目、まあいろいろ出たけどとりあえず次回は、オンライン対決、まあウィーレなのかな、ウィーレでオンライン対決、まあだからそのチーム編成なり、どういう風なあれをするか、罰ゲームとか、まあそのねゲームに対するそれっていうのは、次回、始まる前に、みんなにお伝えするということで、はい、どうでしょうか、楽しみ楽しみ、その場合ガリもやるいいっすか、僕も入っても2対2とかだったらガリが俺チームに入ってもらっちゃう形になるけど、それ大丈夫、逆にいいっすかね、僕が相方でも怖いのが、やっぱベルマーレよりというか、まあもちろんね、友達だからさ、ガリもね、そんなことはしないと思うけど、ちょっと寄せていく傾向ある、それもしかして、なんか俺たち勝ちそうだなと思ってた時にうっかりみたいなことある？いや、まあゼロではないですよね、ゼロじゃないんだよね、ゼロじゃねえんだよな、ゼロじゃないですよね、ゼロないかな、でもゼロはないよね、まあ、でもまあ、あの徹しますけどね、僕はもう本当に、そうだよね、します、停止します、もう。でも停止してくれたら送られてくるはずのハンターハンターは、はい、で、そう、あ、そういうあれなんですね、リターンなんですね、そう、リターンが出たから、あー、リターン大丈夫です、完璧に OK、 それでいいか、でもそれがあればもうバッチリだよ、本当に、ありがとうございます、楽しみ、いや、楽しみ、いや、本当になんかもうこれでなんか一個ね、スタートしてっていうところ、はい、まあ、本当になんか、まあ何度も繰り返すようだけど、少しずつでもね、一歩ずつでも前に進んで、まあ俺で言うと聞いてくれる人方たちだったり、みんなで言うとこの見に来てくれてる人たちや支えてくれてるサポーターの人たちの力になれればということで始めてもらいましょうということで、提案させてもらいました、ベルマーレ、湘南ベルマーレ×ハン君企画第1弾、企画会議か、キックオフと題してやらせてもらいましたが、いや本当に、こんな時こそ楽しめてるかという、うん、俺自身もそれをこう問いかけながらやっていければと思いますが、小林君的に、あの、今思うこととか、まあ、この今、はい、これからのビジョンとか、はい、
があったらちょっと聞かせてもらえたら嬉しいなと思います。そうですね、やっぱりコロナウイルスの影響で、ここまで試合が中断してしまって、まあサッカー界だけじゃなくてやっぱりハン君されたアーティストの業界とかだったりこうライブができなかったりとかいろいろな状況が重なってるけど、やっぱりみんなでこう力を合わせて、やっていけば大丈夫、絶対にできるということで。お、やった、言ったな言ってくれた。はい、僕はそういう気持ちでみんなでこう力を合わせて、いやもう何も大丈夫だと、絶対にできるっていうことを信じて今生活してるところです。ありがとうございます。はい、松田君もらっていいですか、お言葉。コロナウイルスの影響でやっぱりまあ大人のみんなもそうですけど、やっぱり子供たちが結構なんか苦しい思いというか、結構なんだろう、思いっきり楽しめない時が続いたと思うんですけど、まあ、その子供たちのためになんか僕たちが還元して喜ばせれたらいいかなってのが今はありますね。で、それです。なんか全体は無理なんで、特にこうやって一緒になって湘南の子供たちを喜ばせて活気づけられたらいいなと思ってます。ありがとうございます。うん、やっぱね、松田くん。はい。言うこともイケメン。いや、よかったね。やかましいな。はい、そういう回。いや、違う。こういうキャラじゃないですけどね。松田さん、普段全然違います、全然違います。はい。なんて呼ばれてんの？普通に天馬って呼ばれてます。天馬？はい。で、俺も調子乗って今度から天馬って呼んでいい？もうお願いします。いや、僕はどう呼んだらいいですか？あ、そうなんです。俺が言えって言ってたんですよ。俺のことハンさんなのか、ハンさんなのか。ハンさん。俺、はい。ターバンでいいよ。あ、いいですね。いや、言えねえだろ、お前。ハン君って言ってくれたら、もうニックネームだからさ。もう小学校からの。はい、だから言ってくれたら、それはもうハン君って言ってくれたら超嬉しい。コバくん、なんて呼んでるんですか？俺、ハンくんさん。ハンくんさん。それも、ハンくんくんみたいな。どうぞ、なっちゃうから、もうハンくんでお願いします。ハンくんでいいですか？そうです。コバ賞はコバ賞。もう、みんなからコバ賞。僕はコバ賞ですね。もう、小4、小3からコバ賞ですね。コバ賞で。コバ賞。僕、コバくんって言いますけどね。コバくん。確かに。下は結構みんなコバくんですね。うん。小場翔くんもいんの、中には。小場翔くんいますよ。でも、小場翔くん子供ですね、後輩から、はい、みんな小場くんか小場翔です。小場翔、小場翔、天馬、そしてハンターハンター光栄、光栄だ、光栄、光栄。ガリはガリでしょ、もうずっと。もう、長らくもう3歳ぐらいですかね。長いっす。本当に、からあだ名あった？早め。親もそうですもん、親も。親もガリ。長いっすよ。本当に、じゃあ、今、ちょっと言葉もらったんで、この企画の中で、みんなから、もらった言葉を、やっぱ紡いでいく歌詞にしていくってことで、毎回今日の言葉として発表していくってことしていきたい、最後に。なのでちょっと今書いてます。すごいすごいな、会議を経てね、こうやって歌詞が出てきていくんですね。すげえ。すごいね。すごい。今日の言葉。じゃあこれもちょっとこのシリーズにしていきたいと思います。はい、今日、お二人、小林くんと、あ、そうだね、小林翔とテーマからいただいた、言葉を、一文字というかワンフレーズ、ピックアップさせてもらって、発表させていただきたいと思います。まず小林翔からもらった中で一番印象的なのはやっぱり。うん、力を合わせる。これ逆になっちゃってるかもわかんないですけど、はい、いや大丈夫、はい、これはやっぱり間違いない。スポーツでもそうだし、仕事でも、それこそね、
学校でもそうだと思うし、家族でもそう。やっぱり人生生きていく中で一番必要なこと、力を合わせるっていうのは、簡単なようですごく難しい。力を合わせるわけで、どっちが強くても弱くてもダメだし、うん、すごく相手を思いやることでできると思うので、すごく簡単に思えてすごく難しい、すごく深い言葉だと思いました。ありがとうございます。ありがとうございます。小場所、力を合わせる。そして、テーマ、テーマ君からは、いただいたので印象的だったのは、これですね。どん。子供のため。やっぱり一番多く、テーマの口から発されたのは、この言葉じゃないかなと思います。そして未来に、還元していく、本当に素晴らしいと思います。やっぱ子供は、俺も常に思うことは、子供は宝であり、子供は未来だと思うので、自分たちが残した道とかを、続けていって、歩き続けてくれて、しかもまた開拓して、道を途切れることなく、進んで新しい道にしていく、それが子供たちの、力だと思うので、力を合わせ、子供たちのため、この2つが今日いただいた今日の言葉として、発表させていただきたいと思います。ありがとうございます。そして、最後に、加えて、ガリの言葉、これも毎回言っていこうかなと思います。これはガリの言葉です。はい、ハンター、ハンター。もうそれしかねえわ。やっぱり。それしかないよな。もう、ありがとうございます。こちらこそ、なので、この企画を、ベルマーレ、湘南ベルマーレ×ハン君、続けていって、最終的に、ゴールに向かって、スタジアムでみんなで熱くなって歌おうということで、第1回目キックオフ、作戦会議、楽しくやらせていただきました。ありがとうございます。今日の、スペシャルゲストは、小林翔太選手と、松田天馬選手、天馬、そして、ガリ、ありがとう。ありがとう。ありがとうございます。いや、楽しかった。楽しかった。で、次のね、次の企画の、テーマというか、勝負は、もう対決ということで、ウイレ対決なんで、これまたこう頑張っていくんで、もう俺も今からもう速攻練習します、これ。終わった。やっぱ、合ってる。やっぱ、ハンターハーターン通んなきゃいけないから。いや、そっちか。味方か、味方か。協力、力合わせていきましょう。あ、言うね、言うよね。あ、そうだ、最後に、俺いつも、このマジックモーメント TV っていうのをやらせてもらってる中で、最後、マジックモーメント TV 半端ねーって言って終わるんだけど、その半端ねーっていうのも、まあ、ズームでちょっとずれちゃうかもしれないけど、気にせず、半端ねーっていう風に一緒に合わせてもらえたら、嬉しいなと思って。なので、今回もこのコラボ企画だから、湘南ベルマーレ、マジックモーメント TV 半端ねーって言うから、そのタイミングで、一回練習いきますね。はい。どうなんでしょうね、マジックモーメント TV。はーん。ハンパーねー。ハンパーす。ということで、じゃあいきますね。OK。テーマ真面目だな。ちっちゃい声で今練習してたね。優しいよ。優しいよ。じゃあ今日本当に皆さんありがとうございました。最後に一言お願いします。いきますよ。湘南ベルマーレ、そしてマジックモーメント TV。ハンパーねー。 TV